前回タレ付けで使った水中ポンプ、作り方の動画を上げてほしいとの要望があったので今回アップしてみました。この携帯水中ポンプは水が溜まると自動で動き出し、水がなくなると自動で止まるようになってます。必要なのは大体これです。まず近くのホームセンターへ。つなぐホース2メーターで453円、シリコンのクリアー450円、ステンレスの L 字2個で288円、ボルトは25ミリと15ミリが4個ずつ。ステンワッシャー8個、ステンナット8個、ステンバネも8個。この辺はつながればビスでも何でもいいと思います。次にメインボックスになるクーラーボックス、7リットルで1255円。ホームセンターに来たんで今回いらないけど便利なので紹介します。中古のパソコン作るときによく使う接点復活剤、スマホのケーブルとか接触悪くなってもこれで一発で復活します。今度はアマゾンでこの自動水中ポンプ2680円、安、アマゾンのはリンク貼っておきます。バッテリーターミナル300円くらい高くなってる。1台目作ったのより高さがない感じで安くてこっちが良かったです。早速作業に取り掛かります。本体に取り付ける L 字金具に穴を開けるんでテープで固定します。ここはナットの頭分浮かせた方がいいです。テープで固定してますが両面テープが動きにくいかもしれないです。マジックとかで穴の位置を印してドリルで穴を開けます。水が中に入ってこないように L 字金具の平らな面にシリコンで埋めて水が持ってこないようにします。液状ガスケットの代わりです。ワッシャー、バネ、ナットの順で取り付けます。締めます。適正工具を使いなさいって怒られそうだわら。ボルトナットで固定したらまたさらにシリコンで隙間を埋めます。裏っ側も至る所全部、反対側のナット側にもシリコンで埋めます。今度はポンプの取り付けです。底の部分だけ簡単に取り外せます。底の部分とポンプを脱着させるのにここは少し隙間を空けてた方がいいです。いい位置が決まったらまたマジックで印をつけてドリルで穴を開けます。そして同じくボルトナットを締めていきます。ポンプの底のボルトがちょっと長かったんで後でグラインダーで切っていきます。今度はクーラーボックスの中に通す穴をドリルで開けていきます。配線3つ分なんでちょっと大きめのドリルの刃を使います。配線を通したらここもクーラーボックス裏表シリコンを塗って埋めていきます。今度はバッテリーを本体に乗せていきます。そして連接部品の取り付けです。この茶色白の配線がプラスです。そして黒がマイナスです。茶色のは電気信号みたいで使わないです。専用の道具でか締めて締めます。あとはプラスマイナス確かめて取り付けるだけです。
茶色のは一応ビニールテープで絶縁しました。あとはヒートガンでホースを温めて取り付けてロックタイで締めて完成です。ホースはこれよりちょっと大きめがいいです。飛び出てるボルトは切った方がいいよね。動作確認して本当の完成です。全部の値段はだいたいこんな感じでした。合計で19,760円でした。時間的に1時間くらいでできます。皆さんもぜひ作ってみては。とっても便利ですよ。